どうもベン D です。皆さん、このポーションミルクを開けた時、中身が飛び散って洋服に跳ねたりとか嫌な思いしたことありませんか？そんな時、中身が飛び散らないように開ける方法をご紹介いたします。まず、この津波の裏側のプラスチック、これを外します。この切り取ったプラスチックのつまみで蓋に穴をプチッと開けます。穴を開けてから蓋をめくると、こぼれずにきれいに開けることができますよ。どうでしたか？このポーションミルクの容器の中の空気圧を穴を開けて逃がすことによって中身が飛び散らなくなったんですね。皆さんもぜひお試しください。では。